様に明日への希望をお届けできますように。それではよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは参ります。昔々、京の都に暮らすは菅原道真と香り高き梅の花。道真には梅に特別な思い入れがあったそうな。温かな愛に満ちた美しき伝説がここに蘇る。花風刺2023ゆかり。幸せあふれるこの世紀来たる花の都。さあさあご一緒に。心ぶつぼみが春を告げ、心が今踊り出す。春風に乗せて届けよう、香るは梅の花。さあさあさあ、はい、だから春の訪れがつぼみを今芽吹かせる。私を今呼び起こす。平和な二人の暮らしに突如差した限り、見せられた道種は九州へ左遷された。ああ愛する目を、私を忘れないでおくれ。どうかどうか。